パリオリンピックで柔道女子 48kg 級の角田夏美選手、31位が金メダルを獲得。今大会の日本勢初メダル、そして通算500個目のメダルとなりました。初出場となったパリオリンピック、31歳の角田選手は得意の、ともえ投げ、お武器に、1回戦から準決勝まで勝ち上がりました。そして迎えた決勝戦でも、 北へ抜いてきた得意の技が冴えました。試合終盤に巴投げで技ありを奪うと、最後まで攻撃の手を緩めず優勢勝ち。今大会、日本勢初メダル、下記大会では日本通算500個目のメダルとなる金メダルを獲得。表彰台で涙が溢れました。角田選手は、ずっと頑張ってきたので、やっとこの位置に立てたと思いました。勝手に涙が出てきた。 頑張ってきてよかったなと思います、と話しました。そして28日朝、東京都内では号外が配られました。号外を受け取った人たちは、もう誇らしいです、すごく嬉しい。続いて行ってほしい、と答えていました。